はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みどもです。はい、今回は、ポケモンの、事前放送ですね。に、ポケットモンスター2019の、事前放送の今日あったので、早速、いつもの、フールとかではなく、別に、店頭さんの公式配信されてる、アニテレで、確認させていただきました。ざっくり見た感想ですが、そろそろ楽しみですけど、そして、あれですね。今後の放送のイラストの絵も、見ましたけど、すげえ楽しみです。そして今週、いよいよ、今週の金曜日ですね。ポケモン発売ですね。さて、発売なんですが、アニメはここまでにごめんなさい。剣盾、そうそう、発売ですが、もしかすると、一人で、やるのかな？どうでしょうね。楽しみにしててください。っていう感じで、ゲームの件も含めてまとめさせていただきました。とにかく、新作のソードアンドシールドが楽しみな長野市でした。では、ご視聴ありがとうございました。